ということでですね、えー、今回はですねトウモロコシを、えー、ご紹介したいと思いますはいでえっ、ー、とまあいつも通りなんですけれども押す、えー、だけですのでいいねだけよろしくお願いいたしますはい。 で早速う結論のポイントから、えー、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども一、まあ、つ目としてはです、ね、今がもちろん紹介するということなので今が旬なので、えーまあ、いろんな、ねえー、この後と紹介する産地のものをですね並べて食べ比べるのも面白いんじゃないかなと思います二つ目としてはですね、えーまあ、単色野菜の一種なんですけれどもで単色野菜の中の栄養素としては結構 低いんですねあまり栄養素がないと。えー、ですがですね、えー、その分、まあ、三大穀物のですね、世界三大穀物の一つとをされるということでですね、やっぱエネルギー源と、まあ、糖度と、そして何より美味しいですよね、アミノ酸が豊富です。ということで、えー、トウモロコシはやっぱ、えー、栄養だけじゃないですよと。で、3つ目としてはですね、栄養だけじゃないといったのはですね、食用だけじゃないんですね。えー、つまりですねこう人体に 関わる栄養素だけではなくていろ,んないろんなですね本当に利用価値がたくさんある、えー、そのです、ね、万能な食材ということでですね、えー、トウモロコシ、えー、紹介していきたいと思いますでまず、えー、名前と学名からですね名前はトウモロコシですで、えー、と学名はですねゼアマイスと言ったりとかゼーマイスとか、はい、言ったりしますが、まあ、これはもうラテン語でもですねトウモロコシを指しますと、はい、学名としてもで えっと、分類としてはですね、まあ、イネ科のトウモロコシ属のまあ一年植物というところですねで原産地としてはですね、えっとまあ、メキシコからこう南アメリカのちょっと北部ぐらいまでが原産地とをされています、はいでまあ、あの和名としてはですねもちろんトウモロコシとかモロコシとかあと玉と言われたりとかですねあの 玉食書と書いてですね、トウモロコシを読ませたりもすると。で、えー、そうですね、名前の時に言わせたんですけど、英語では、メイズと言ったりしますと。で、米語、アメリカ語ではコーンと言いますと。はい、ということで、ここではですね、アメリカ英語とイギリス英語と、ちょっと呼び方が違いますよという話ですね。で、えー、並べてですね、いつもフランス語の名前も言うんですけど、フランス語はあのー、マイスと。 えー、呼びます、ねはい、で、えー、日本語のトウモロコシのです、ね、こシの由来としてはですねトウはもちろんですね、えー、と中国という意味ですね中国から来たモロコシなんですけどもそのモロコシの部分でもですね凍土、えー、と凍、えー、の土と書いて、まあ、中国の大陸から来たものとしてトウ土と呼んだりもしていたんですねでトウ土と書いて、えー、とトウキビ人 読ましていたとでトウキビはあその中国から来た、えー、そのトウモロコシを見てです、ね、日本に当時あったタカキビっていうです、ね、キビこれにすごい似ているということからトウから来たキビということでトウドと書いてトウキビと読ませたりもしていたというところで、えーまあ、それらが合体して、ねえー、トウモロコシというふうになったと。はい、モロコシそのトウキビから、えーモロコシ で読ませたり、もしてえ藤堂をもろこしと読まれたり、もしていたと、えー、ということで,ですね。トウモロコシというのはもちろん。あの。も、昔の言葉のその中国とか中国大陸から来た高きビっていうものをこう合わせると、おおト,トウモロコシという呼び方になるというところですね。はい、ということで次ですね、えー、次は山地と旬と産地ですね。 えー、旬はもちろん今紹介しますので6月が、えー、スタートです6月から9月までが、えー、最もお旬とされていますで産地としてはですね日本では主に4カ所、えー、上からですね、えー、と北海道ですね、えー、それからですねまあ茨城千葉、えー、長野と、えー、ここら辺がですね産地として有名ですなので、えー、最初にも言いましたが、えー 6月から9月まで、ね、出回るのか中でですねこう北海道千葉茨城、えー、そして長野県産この4つですねちょっと買い揃えて食べ比べするのもですね結構面白いのかなと思いますまあどれも美味しいと思うんですけれども、まあ、もちろんとうもろこしの中でもいろんな種類あるんですが、あのーまあ、手に入るものっていうのは、えー、限られてると思いますので、えーそのね、八百屋さんとかスーパー行った時にあるもの で、ちょっと産地並べて、食べ比べするのがですね、結構面白いのかなと。そうするとですね、やっぱどれも美味しいんですけれども、自分に合ったものが分かるというところで、ぜひですね、調理法によっても変わりますので、はい、試してみてください。はい、で、旬と産地が分かったらですね、いつも通りですね、良品の選び方ですね、いいものを選びたいというところで、これは見方がいくつかあるんですけども、もちろんですね、 えー、トウモロコシパッと見て、えー、粒がですね粒々が上の方まで来てるものこれがいいとでもちろん艶があって張りがあるものがいいとでその黄色いものだったら黄色いだけのスイートコーンだったら、えー、その黄色い色がはっきりしているとであと身が詰まっていることですねであとはまあ乾燥していないものがいいというところですね、はい、これらがやっぱ粒として見るところですねはい。 まあ、あとはねこう粒がこう揃っているものだったりとか、えー、そういったものをやっぱ見栄えで見るとで次にですねこう皮皮をごと売ってると思うんですけれども、えー、皮の緑色これが、ま、もちろんですね色鮮やかなもの、えー、みずみずしいものですねそれがいいと乾燥しているものではなくてやっぱトウモロコシってこう 刈り取った瞬間が一番糖度が高いんで、えー、そこからこう時間が経ってね、えー、とその葉っぱとかが枯れてるってことはですね、えー、水分を失ってるってことは、それだけ収穫から時間が経ってるということなので、糖度がどんどん下がってきてるので、やっぱりこう周りの緑色のものが、えー、と鮮やかなもの、新鮮なものがいいというところですね。で、プラスでヒゲが、根がついてるものがあると思うんですけれども、髭、この髭もですね、非常に重要です。これはですね、黒くなっているもの、茶褐色になっているもの、 これがいいと、えー。黒くなってればなっているほど茶褐色になってればなっているほど完熟に近いんですまた完熟してるんですね、えー、なので、えー、その白ひげがね白くてう黄緑というか薄い緑色で綺麗なものではなくてできるだけ黒くう褐色しているものを選んでみてくださいで最後にですね、えー、このひげ根なんですけどもひげ根じゃないなこのひげなんですけどもこのひげのモわモアの部分これがですね多い方がいいです なんでかって言うと、この実はこの細い、えー、頭についているヒゲのようなもの。これ一本一本粒に繋がってるんですね。なので、例えば髭もうすごい。あの大げさに言いますが、ヒゲが3本しかなかったら身が3個しかないみたいな極端に言うとそういう感じです。なので、ヒゲが多ければ多い,いほど身がたくさんあってで身が詰まっているというところで。 えー、完熟しているものも多いというところで、えー、食べた瞬間ですね甘み、えー、糖度そして香りが違うというところでひげも注目してみてください。黒、はい方がいいですで。次にですね良、えー、品を選んだら保存方法ですね。はい、なので、えー、保存方法これ大きくですね生の場合と、えー、加熱した場合がありますとでさらに生の場合も冷蔵保存か冷凍保存かで加熱した、えー、場合もですね、えー、冷蔵保存か冷凍保存か。 えー、にちょっと4つに、ね、大きく分けてしゃべっていきたいと思うんですけれどもで生の場合はですねまず冷蔵保存からですね、えー、皮付きのまま、まあ、キッチンペーパーとか、えー、新聞紙とかにくるんでですね、まあ、冷蔵庫野菜室に入れていただくんですがこの時、えー、できればですね立ててて保存してくださいでこれでまあ、えー、23日ですかね、えー、目安に保存して、まあ、そこからも加熱してください。 で冷凍の場合はです、ね、同じくこう皮付きのままで大丈夫です、えー、ラップに1本ずつくるんで,です、ね、保存袋に入れて、えー、冷凍してくださいで、えー、と解凍するときにです、ね、もうそのまま高タンは、えー、とできれば電子レンジとか、まあ、蒸したりとかして、えー、と解凍せずにです、ねえー、冷凍のままこう加熱調理してください、はい、で、まあ、冷凍の場合はで、ね、生の冷凍の場合はまあ約1約分 2ヶ月ぐらい持持ちちまますすかね、はい、目安に、はい、持ちますで、えー、と加熱後ですね、えー、加熱したとうもろこしまず冷蔵保存ですが、えー、粗熱を取ったあ若干ね熱々だとラップもねあれダメージ受けるので、えー、茹でて、えー、ちょっと熱取れたらです、ね、ラップに1本ずつくるんで,でさらに粗熱を取りますとでそれから冷蔵庫に保存してください、はい、でこれも34日ぐらいですかね、えー、順に食べてください で、加熱後の冷凍保存なんですけれどもこれはですね、えーとまあ、粗熱を取ったら、まあ、ぶつ切りというかね輪切りにして、えー、保存袋に入れて冷凍するかもしくはですね粒を全部、えー、こう指とか包丁とかで外して、えー、外した状態で、まあ、ペットボトルとか保存袋に入れて冷凍してください。はい、これまあままあ持ちますと。 と、はい、ということで,ですね加熱して冷凍する場合は、えーまあ、切ったり粒外したりして保存してくださいと、えー、丸のままじゃなくてってことですね、はいえー、これが保存方法でした、はいでえー、次にです、ね、栄養素栄養素についてちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども えー、トウモロコシはですね、その最初に言ったように単食野菜の中では、まあ、そこまで特筆すべき成分ってなかなかなくて、まあ、例えばもちろん、えー、炭水化物の部分だったりとか豊富なんですけどあとは、まあ、食物繊維ですね、えー、だったり、まあ、ミネラル類もあるんですが、あとビタミンでいうと B1B2 とかですね、えー、ビタミン E とか、えー、がまあでもまあ特筆すべき成分なのかなと。 あとはまあリンとかカリウムとかもあるんですが、えー、何よりですね、そして最初に言ったようにですね、アミノ酸これも豊富ですとで主にアスパラギン酸と、えー、アラニンとグルタミン酸これらが豊富ですとうま味成分結構豊富なんですねあとはそうですね、まあ、糖質系でいうとあの不溶、えー、性食物繊維にも入るのかなと思うんですけどもセルロースっていうものも、えー、結構トウモロコシ豊富ですと ことで、えー、と例えば今言わなかったんですけどビタミン C とかビタミン B 群の他のものとかも,もちろん入ってますとで例えばですね60年代1960年代のトウモロコシよりももちろん今の現代の2020年代の、えー、トウモロコシの方がですねビタミン C やです、ね、ビタミン B 群1.5倍以上にです、ね、栄養素が増えてます。 数値が増えてますなのでどん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 味以外の、ね、栄養素の部分でも、えー、トウモロコシ進化してますよというところで、まあ、トウモロコシ美味しいですよね子どもも子どもから大人まで、えー、大好きだと思いますね調理もいろいろな方法が、えー、使えるので、えー、これはこれですね、まあ、食物繊維を取るっていう目的だけでもそうですしもちろん穀物としてですねエネルギー源として、えー、パワー糖質としてですね、えー、摂取するのもあり,とありかなというところですね。 はい、で次にですね、えー、栄養素やったらいつも通り食べ合わせなんですけれども、まあ、その紹介しているですね、えー、メインの食材です、ね、と何を食べ合わせると、まあ、どういった効果が期待できるか、まあ、トウモロコシと何かを合わせたら、えー、こういった病気の予防につながる可能性がありますよというところで予防できますよという断言しているわけではないですのでそれだけ注意していただいて。 であとはですね、えー、まあこれとこれ合わないだろうっていうものもあるんですけどそれはですね一度の食事の中で前菜メインデザートがある中でまあ摂取していただくとまああのー、いいのかなとその一つの一皿の料理としてまとめるだけではないですよというところだけちょっとねえー、っとあ,あのー、ちょっと頭に入れていただいて、えー、聞いていただければなと思うんですけれどもまず老化防止ですねえー、っと 認知症予防に効くのがですね、えー、と、まあ、トウモロコシと、えーそうですね、かぼちゃとかくるみごま大豆ここら辺を合わせると、まあ、そういった効果が期待できますよと、はい、で次に癌とか動脈硬化とか、えー、高血圧これらの予防、えー、プラスですね、えー、美肌効果に、えー、合わせるといいとされているのがですねとと、えー、とかかか、セロリ,とかセリとか あとはピーマンこれらとトウモロコシをこう一緒に、えー、食べ合わせるとそういった効果が美肌効果とかが上がったりするというところですね次に胃腸の働きをこう高めてくれたりとかがん予防これもがん予防とかにあの効果が期待できますよってあるんですけどもそれはトウモロコシとあとモロヘイヤとか白菜とふきとかレンコン、えー、ここら辺がですね効果があるとされてます 次に腎臓を丈夫にしたりとかですね、糖尿病の人にですね、ちょっとまあ効果改善が見られるとされているのが、まあ、トウモロコシとあとはもやしとかですね、あと小豆とか、えー、変わったあとエビとか、えー、そういったですね、あと海藻類とかですね、えー、海苔とか、えー、そういったものとトウモロコシを合わせて食べていただくとですね、えーとまあ、そういったこう腎臓に良かったりとか腎臓を丈夫にしてくれたりとか、えー、糖尿病を 改善糖尿病改善ですねいいとされてます、はい。ということでですね、えー、最後また結論とポイントに戻りたいと思うんですけれども、えー、まず一つ目ですねえっ、ー、とまあ今が旬なので、えー、先ほど旬と産地紹介したようにですねえっ、ー、と、まあ、6月から9月が旬で,でこの間にですね北海道、えー、千葉茨城長野県、えー、これは4つの県がまあ 比較的こう出回る率が多くてまあ旬のど真ん中とされる県なんですけれどもまあこのどっかねえと八百屋さんとかスーパー行ったらえもちろん千葉県は千葉県産がいっぱい出回ってしまうんですけれどもま他の県でいうとね例えば都内とかえ地方で行くとですねいろんな県のものが集まってると思いますなのでえこれを並べてですねえ食べ比べしてえーいただくとですねまた面白いと思いますしトウモロコシコーン1つ取ってもですねえとこれは 茹でただけじゃなくて違う揚げ物にした方がいいなとか、えー、炊き込みご飯にした方がいいなとかいろいろ出てくると思いますそういった意味でもですね、まあ、トウモロコシ普通に食べても美味しいんですけれども、えー、可能性とかこう楽しみが旬の、ね、時期のトウモロコシの楽しみ方がまた増えますよというところでぜひですね、えー、試してみてください食べ比べはいで次にですね えー、単色野菜の中でも、まあ、栄養素は結構少ないですよというお話をしたと思うんですけれどもあまあそれでもですねやっぱり三大、えー、穀物世界三大穀物の一つに入りますので、えー、糖質だったりエネルギー源としてね、えー、夏バテ予防にもなるだろうし、えー、すごくですねエネルギッシュなものになってくるとで何よりですね、えー、やっぱり美味しいですよねやっぱアミノ酸ですアミノ酸も豊富です、えー、で食物繊維も豊富ですと、えー、いうところで,ですね、えー、やっぱり うーんそのビタミンもちろんビタミン B 群とかもあるんですけども、えー、ビタミンとか、えー、ミネラルだけじゃなくてですね単純にこうおいしいものとして、えー、食べるエネルギー源として食べるっていうですね普通にお米とか小麦とかと並べて、えー、トウモロコシ考えてみるとまた面白いんじゃないかなというところですね、はい、で最後に、えー、食用以外の利用がいっぱいありますよというような話をしたんですけども、まあ、簡単に言ったらですね 肥料とか飼料にしたりも,もちろんあるんですけれども、あとエタノールに変えたりとか、ですね、えーまあ、その機械に対するエネルギー源に変えたり、ですねあと化粧品に変えたりとか、えー、医療用の成分になったりとか、えー、かなりですね、えーまあ、ずらっとですねここにテロップで書いてあると思うんですけれども、あとはそうです、ね、環境に優しいプラスチックにしたりとかも、こういうふうに、えー、トウモロコシ、利用されています。はい ですごいあのどうでもいいもので言うと昔のね、えーまあ、第二次世界大戦とか、えー、ぐらいの時はですねアメリカ軍とかよくですね、えー、トウモロコシの芯をくり抜いてパイプにしたりとか、えー、したりとか、まあ、そういうですね日常生活のなんていうんですかね、えー、リサイクルというか、えー、そういったものにですね、えー、いろいろ日常品にも使われていた過去もあると。 いうところで今はです、ね、本当工業製品だったりとか、そういった、まあ、何か加工してから、またこう新しいものにリサイクルリユース、リユースしていく、イノベーションしていくという食材でもありますので、食べるわけじゃないと。はい、なので、何か危機で困った時に、トウモロコシ身近にあると意外といいかもしれません。利用価値があるかもしれません。というところで、今回はですね、えー、トウモロコシの紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございファ はい。ということで、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。えよろしければ、いいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、ありッとうございました。